俺ね、コウスケはあの万歳さよなら負けからあれから行ったような気がするね、うん、コウスケの時代っていうのがね。だから完全に外野行ったのって山田さんの時だよね。そうだね、うん、佐々木さんがヘッドに来て、ね、はい、外野行って本当に、まあ、バッティングに集中できたのと、まあ、あの最初チャンスにはそんなにっていうイメージだったんよ、まあ、ピッチャーやからよくわかるじゃん、うん、結構ここでっていう時に結構答えてくれないなっていう感じはあったんだけどなんかのね第1号だとか、うん、なんとかの球場で第1号とか、ね、札幌ドームね、札幌ドーム、あの時札幌ドームで1番福留、はい、2番イバだったの。あ、マジで。そうで、あの時にあれ公式戦でしょ。そう、ダリル・メイ、ね、メイな、メイからで、あれなんか100万円出てるとか出てないとかっていう噂あったでしょ、うんうん、でももうよく分かんないけど、うん、まあ、そんなもんこっちはホームラン打つわけないから、うんうん、興味もなかったから聞いてなかったけど、うん、もういきなりさ初球かなんかでさドカーンと宇宙間にさホームランでしょ。結構広いところで上に入れたよね。うん、ほんで、うん、俺次俺ヒット打ったのセンター前かなんかに、うんうん、たら一塁ベース上でさパッてたら時に、なんだ清原さんかなちょっと忘れたけど、うん、もう完全にしらけてたよね。そのみんな多分、ね、巨人の選手はみんな狙ってたと思うよね。そう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 、まあ、うん、巨人のね、あの時はね、そうでセカンド行ったら新岡がさ、うん、あのいやみんな狙ってたのにって言うのに、うん、あ、そうごめんねっていう感じじゃん。そう、そういうちょっとあの読めない部分、まあ、読むこともないんだけど、うん、普通はで、なんかいまだにプレートかなんかあ あるんでしょう。なんかこ そうそう、ね、第1号がここに当たったっていう、ね、うん、プレートがそのように貼り出されてる。そうそうそう、そういう場面に強いイメージがあるよ、ね、彼は。ああ、すごいなと思ったのはやっぱり世の中の流れが三冠の松井さんに集中してたでしょ。二冠はほぼ確定です。そうそうそう、あと打率だけっていう時にさ、二、ね、人とも3割3分3厘ぐらいで競ってる時にさ、松井さんは伸び悩んでたけどさ、終盤に巨人戦かなんかでカッカッカッって3本かなんか打ってさ、ね、もう3割4分ぐらい乗せてさ、うん、そのまま逃げ切ったっていう時はね、やっぱあの時の集中力と、やっぱ世の中的にはね、松井さんの三冠で、まあ、さあメジャーみたいな流れだった。そうそう、あれ2000何あれ2年ぐらい2002年2年ぐらいかな、うん、そうだね、そうだね、松井さんが行ったの3年だね。まあ正直ね、全国のファンの方、松井さん三冠王っていう願ってたところだったと思うけどね、そういうところを奪い取るっていうね。そうだから、あの時の集中力とかすごかったよね。すごいすごい。だからその次の年ぐらいからさ、さらにこうレベル上がっていったじゃん。ホームランも増えたよ、ね、ホームラン30本打ったのね、うんうん、ああ3割30本100打点ぐらいね。まあもともと守備はね、あんな感じで肩も強いし、フェンス際もね、あのぶつかるんだわ、急にこけるんだフェンスなんかあるよね、あのフェンス際ボールをボーンってぶつかって、こうよくこけなかったあの人、なんか、うん、コウスケよくこけてたイメージが、フェンスにぶつかって結構激しく当たる、ね、激しく当たって、ああ、なんかよくパワープロでゲームでフェンスだよ、ピヨピヨピヨって思うんだよ。あれコウスケが作ったんちゃうかなっていうようなね、うん、あとね、コウスケってさ、人がなかなか打てないっていう球とか投げてるピッチャー、うん、そういうごっつい速いピッチャーがおっても、なんかね、全然速くなんかチェンジアップ投げてるんかと思ったんすよとか言って、いやいやいや、これね、これね、なんでなのか、わかる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 、なんつうの、三振してるにもかかわらず先発ピッチャーとかで、うん、結構ね、そのまだ3番に固定する前とか、福留1番2番俺みたいな並びね、うんうん、の時にキサヌキとか、うん、初登板かなんかで、うんうん、うちとやった時に、うんうん、コウスケがね、三振したの、うん、3ボール2ストライぐらいから、うん、高めのまっすぐで、うん、で俺も150キロぐらい出てるから、うん、で来て結構伸び来てんの、うん、いや全然ですっつって、うん、絶対言うよね。そうで来てん、あれ来てないのかとか思って、うん、じゃあ俺もじゃあ初球からね、初対戦だし、うん、分かんないからまっすぐ来たら行ってやろうと思ったら、めちゃくちゃ速くて来てんじゃんとか思いながらそう、それね、それね、これもれ剣士に問題出し、うん、それと同じ人がもう一人いた。おるね。誰だか分かる。分かる。ドラゴンズでね。うん、俺ね、なんで分かるか知ってる、それ。分かんない。名古屋ドームってさ、ピッチャーってさ、一塁の側の奥の方に座るじゃん。うん、後ろの方に、うん。でね、先発ピッチャーって気になるのよ。今日の相手ピッチャーって打てるんかな、打てないのかなって、まあ、自分が打席入る前だから。そしたら和田さんとか言ってくる。
そう、和田さん前に座っとるじゃん。そしたらなんかこう再生して帰ってくるんだけど、もうなんか全然球来ないしさ、ちょっとこうやって、ほんで俺もうその後打席入るじゃん。なんか、なんかね、一応言ってくれるんだ、まっすぐ全然切れないぞ。まっすぐ1、2、3と振り送りですそうです、結構ね言ってくれるんだ。剣だったら絶対もう捉えれるぜ。まっすぐ1、2、3って言ったら、あれかちょっとまっすぐ待った方がいいよ、ゆっくりって言って、全然本来だよ、振り遅れてで、荒木もさ、大体さ、そういう時にさ、来てるか来てないかっていうのを聞きたいじゃん、うん、ね、初球とか打ちゃったら。そしたらさ、大体初球にポップフライ打ってアウトとかさ、なんか三振して帰ってきたりとかしたらさ、あいつふてくされてるからさ、うん、聞いてないの、荒木来てるか来てるかって言ったら、俺3回ぐらい来てるのに、あいつ素通りしてくるんだけど、ね、もうちょい冷静になろうよとか。そうそう、全然情報伝達できてないよね。で、和田さんとかが、今来てんのとか言われるから、うん、先に打つからさ、そうそう、いや結構来てますよとかなんか言って、うん、で和田さんがパッて言って言ったら、レフトとショートでしょ、うん、こうやって走りながら言ったら、全然来てねえじゃんとか言って、そうそう、とか思ってで大体で打った時、逆に1打席目和田さんがパン打った時、来てるねって言うんだよね。あれね、これあれね、すごい落ち鋭いんだ。そういう時に内野の俺、森の荒木は、うん、また和田さんが言ってることは真逆だろうっていうことでな、理解できるからな。打ったら来てるっていうから、うんうん、で打てなかったら、うん、逆に来てないっていうことね。コウスケも本当あるよ。キャンプ中にさ、ブルペンに投げとったらさ、コウスケも「ケンさんいいっすか?」とか言って、でこうやって「あ、いいよ」って「立つだけいいっすか、立って」っつって、じゃあね、インコースのこうカットとか投げるやん。で、まあ自分でビシッと、よし、いいカットやなと思ってさ、何球もと言ったら、ケンさん、カットっていつ投げるんですか、ね、おっぱいさつって、まあまあ自信持ってるぞ、俺自信、カット今カットっすか、ちなみに、みたいな感じの、じゃあ待ってよっつって、代名詞やん、もう俺どっちかったら今、なんならキャッチャーもずっとその構えしてるしっつって言うと、もうこれからもう立った時絶対カット投げるようにしたもんね、俺も、もう二度投げるかと思って。だからもう多分あれなんだよね、そうあれしてたら、こう自分が不利に働くと思っちゃうんだろうね。まあそうだな、逆にこう来てると思ってアウトになった次の打席とか、それか本当にそうやと思ってんじゃん、思ってるかもしれないね。やっぱコウスケも和田さんも共通点があるやん、人が打てない球打つでしょ、ね、もうこんな大根切り、コウスケもなんかこう、うん、地面這うようなスイングしてさ、それがヒットじゃなくてホームランになるやん。だからそれが俺にはこの幅で来ると思ったのが、うん、曲がってな、そんなに曲がってこなかったって言ったら、 それが、ね、打てない要因ってなってるってことでしょ、うん、だから多分そういうレベルなんだと思う、うん、だからそう、もうど真ん中打つとかいうのはもうそこど真ん中の話なんかすんなみたいな感じになって、だって初球からさ、藤川の最高のフォークセンター前打ったりとかするもんね。そういうなんか和田さんとか、そうそう、初めて見ましたこのフォークは、いうのを打てたりとか、そう、和田さんなんね、藤川のセンターバックスクリーンの甲子園のホームラン、この辺通ってってるからね、あれドカベの世界だもん ね藤川こうしゃがんだもんね、それがそのままね、タイム打つもびっくりだった、ホームランだったよ、あれは入ったんは、あれ甲子園で初めてじゃないかな、ね、ライトに、いや本当にテレビ画面って言ったらね、ピッチャー藤川が投げたって言ったら、本当この辺飛んでってるぐらいね。で俺もね、実際その和田さんとも対決してるし、僕のプロ野球人生の中でこれはホームラン投げた瞬間、リリースした瞬間分かるんだわ。でこれはまずホームランじゃなくて、ホームランっていうか見逃すだろうって思って、それがスタンドに入ったのは和田さんとセギノールぐらいかな。セギノールもセギノール、ね、なんか俺、あれね、これひょっとしたら当たるんちゃうかなと思ったら、あれ今さばいたよね、スリーランかなんかね、そうそう、スリー、まあ、それ試合終わったんだけど、ここの格好ね、そう全然受けんかった。和田さんもインサイドね、和田さんもインサイドの、ね、あの投げた西武ドームでしょ、そうそう、畳んでそう打たれてさ、ライナー系で だからね、そう、和田さんとセギノールとコウスケはなんか多分たどると、 あの3人はなんか共通点があるんかもしれないよ、神がかった、なんかだからこうね、まあ話はあれだけど、まあどちらかっていうと、今こうドラゴンズの内野手、まあ外野手の人たちでこう想像外の打撃する人っていないよね。なコウスケがやっぱりそういう意味ではなんか多分ね、教えるっていうよりも見て俺の盗めよ状況になってると思うから、うん、それを実際ね、こうドラゴンズの
若い選手とかがね、左多いしね、多いからね、根尾君だとかね、あの辺が、うん、岡林、まあ、京田も含めてね、まあ、まだ若いね、うん、まあ、周平だって見習うところあると思う、あるかもしれんから、それはね、僕らからしたら期待したいけど、本人は全くそんなことはないと思う、うん、もうレギュラーですから、レギュラーしかない、うんうん、ちょっと康介に期待したいなというところあるね。おい、足の上った時に村田ヘッドとかはって顔を見るわけよ。大西さんもいるんだけど、ずっと監督で行こうと思ったら、うん、監督辞めた、今も監督って言っちゃってる。タップランクだから吉川直樹とか岡本もそうだし、うん、で坂本ねはもう脱力しろ脱力しろって、うん、試合でやってくれた時っていうのは、うん、めちゃくちゃ褒めて嬉しいっていうかね、そう呼んで